エチオピア航空409便墜落事故は2010年1月25日に発生した航空事故または事件である。エチオピア航空が運航する国際旅客便である409便がレバノンの首都ベールートのラフィクハリリ国際空港を立ってエチオピアのアディスアベバに向かう途上、レバノン沖の地中海上に墜落し、乗員乗客90名全員が死亡した。 本事故は、エチオピア航空としては1996年に起きたエチオピア航空961便ハイジャック、墜落事件以来の墜落事故だった。墜落原因は、パイロットエラーとする説と破壊工作による爆破とする説がある。2006年に撮影された、事故機事故機は2002年1月18日に初飛行し、2002年2月4日に、ライアンエアーへ、 機体記号 ACSW として新機能品された。その後2009年4月に CIT グループの手に渡り、2009年9月12日よりエチオピア航空にリースされた。同期は2009年12月25日に整備点検を実施しており、その際には何らだ技術的問題は見つからなかった。2010年1月25日、409便の ボーイング737は乗員8名と乗客82名を乗せて悪天候の中をラフィックハリリ国際空港を離陸し間もなく地中海に墜落した。ミターの気象情報によれば当時は風速8ノット風光不定であり空港周辺は雷雨だった。409便は離陸4から5分後に高度9000フィートまで上昇した後に レーダーから消失した。宴会部の目撃情報によると炎上しつつ、海に落ちたという。409便のアディス・アベバ到着予定時刻は、現地時間の7時50分だった。事故の翌朝、レバノン当局は墜落現場を眺め、村沖 3.5km の地中海上と、発表とした。以後、レバノン陸軍のシコルスキー S-61、ヘリコプターと、レバノン海軍、 および UNIFIL の兵員が投入され、生存者捜索に当たった。また、レバノン政府の要請に応じて米軍から、ミサイル駆逐艦、ダメージ、海軍の P-3 型機、サルベージ船1隻が捜索に参加した。二海軍は、ブレゲーアトランティック大戦哨戒機を投入した。UNIFIL は、艦艇3隻とヘリコプター2機を現地に送った。他にもイギリス空軍と、 キプロス警察の航空隊からヘリコプターが参加した。回収された遺体は DNA 鑑定のためベールートのラフィク、ハリリ大学病院に送られた。2月5日、米国から、さらにサルベージ船一隻が翌週に到着し、ブラックボックスの捜索に当たる予定と発表された。2月6日、レバノン陸軍はナーメ、 村沖点一1.1の水深45メートルの海底で事故機の機微を含む一部の残骸が発見されたと発表した。2月7日、レバノン陸軍の潜水風が事故機のフライトデータレコーダーを回収し、事故調査班に引き渡すためベールートの海軍基地に送付した。犠牲者の遺体回収と身元特定は2月23日までにすべて完了した。レバノン民間航空局が 事故原因の調査にあたり、米国国間輸安全委員会と、フランス航空事故調査局及びボーイングがこれに協力した。レバノンの大統領ミシェルスライマーンは、テロの可能性は除外されたと述べた。409便をあのような高天下で飛ばすべきではなかったとの批判に対し、レバノン情報省タレクミトリは、空港の運用は通常通りだったと反論した。レバノン国土交通省、 ガジアリディト国防省イリアスムールによれば409便の乗員は嵐を回避するよう管制が指示した進路変更に従わなかった。エチオピア航空は14人からなる調査班を現地に送り、米国も NTSB の専門家を派遣した。NTSB の調査班にはアメリカ連邦航空局とボーイング社の計算名が技術支援を提供した。2月4日、 南米沖約 3km、水深 100m の海底から、コクピットボイスレコーダーが回収され、データ解析のため BEA に送付された。二日軍の潜水譜4名が現地に派遣された。CVR は一部の記憶装置が欠落していたが、これは2月16日に回収されて BEA に引き渡された。CVR が未発見の段階で、一部の 航空専門家は悪天候だけで409便が落ちたはずはないとして、何らかの技術的問題でエンジン火災を生じたのではないかと指摘している。2012年1月17日、レバノン民間航空局は事故調査結果の最終報告書を公開した。それによると、事故原因はパイロットエラーであり、409便は速度、高度、振動を誤ったという。上院による 操縦操作が不整合だったため同機は制御不能に陥った。乗員はクルーリーソースマネジメントの基本原則を逸脱し、相互支援や異常の発生確認を怠ったため、同機の飛行経路や挙動を適時に修正できなかった。しかしながら、同日、エチオピア航空はこれに反駁し、レバノン当局の調査過程と報告書内容は変更しているとして、 機上で爆発があったと確信していると表明した。この根拠としては、火の玉が海に落ちるのを見たとの目撃証言や、CCTV の録画及び乗客や荷物についての調査結果が欠落していることなどがある。エチオピア航空は次のように説明し、パイロットエラー説を否定している。管制職員や滝の乗員は空中で同期が火の玉を発するのを見た。 FDR と CVR のデータは、すべて高度1300フィートで記録が止まり、それと同時に、機影はレーダーから消えた。CVR の録音データ末尾は、爆発音のような大きな音で終わっている。これらの事実は明らかに同機が爆発により、空中分解したことを示しており、撃墜、爆破、落雷の直撃などが原因として考えられる。デスタゼル。 エチオピア航空運航部長、2012年1月17日報道発表、ウィキリークスに漏出した、ストラト放射の報告書と電子メールによれば、ヒズボラの幹部数名が409便に登場する予定があり、ハサン・ナスルン・ラーフを含めヒズボラ指導部は409便の墜落をイスラエルのモサドによる破壊工作の結果だと確信しているという。ただし、 残骸からは炎上した痕跡が見つかっておらず、目撃された爆発は落雷の見間違いである、可能性が指摘されている。エチオピア航空が発表した犠牲者の国籍は次の通り、犠牲者の中には、ベイルートに駐在するフランス大使のツママーラ・サンチェ、ピートンがいた。2010年2月14日、アディス・アベバのエチオピア航空社屋で、犠牲者の追悼式典が開かれた。ありがとうございます。